おはようございます。今日はブリヂストンゴルフガーデン東京にやってきました。なんとここはですね、東京駅北口から徒歩3分で朝から夜まで利用できちゃいます。その特徴としましては、まず手ぶらで来れます。さらにメンバーになれば練習場としての利用も可能で、年会費などもありません。インドア練習場で結構朝からやってるところは珍しいので、ぜひ皆さんも仕事の合間などに来てみてください。なぜ今回私がブリヂストンゴルフガーデン東京に来たかと言いますと、なんとブリヂストンさんからですね、女性設計のクラブ、女性設計のドライバー、女性設計のアイアンが出たということなので、その秘密を探りにやってきました。私もね、女性クラブ大好きで結構推奨派なので、その秘密を知りたいと思います。では行ってみましょう。はい、今回協力してもらうブリヂストンのフィッターの青柳さんと企画担当の和田さんです。よろしくお願いします。早速 JGR 紹介してもらってもいいですか。はい、はい、こちらが最新の JGR レディのクラブになります。はい、今までとなんかすごく変わったところといいますか、ここは大きく変えましたみたいなのってあるんですか。やっぱり女性が打った時に一番飛ばせるようにこれ設計してるんですね。なので、まあ、女性が飛ばせる要素が詰まってるんで、ドライバーといえば飛びですもんね。誰もが求めるのが女性も飛びなので。そうですね。これはじゃあスペックは何になるんですかね。私が今回これは A シャフト。 A シャフト、はい、一応これは A と L がある感じですか。そうですね。早速ちょっと話を聞く前なんですが、打ってみたいと思います。あと見た目はちょっとやっぱシャフトもこう細めで、どんな感じなのかなと思ったんですけど、振るとしっかり当たり負けもしないですし、バーンって左に振り抜けていける感じがあって、ちょっと私はまだこれ自分の独自の感想なので、和田さんにね、はい、このクラブの秘密をね、はい、教えてもらいたいと思います。これ私昨日一生懸命作ってきたんですよ。手作りの女性のクラブって、はい、どういう風なところを意識して作ってるかっていうと、男性用のクラブを女性が打つとどうなるかっていうところからこれ考えてます。はい、でその時に、まあ、起きちゃう問題ですね。じゃじゃん。まず1個目はこれ、皆さんこれ多分あると思うんですけど、クラブが長くて重いからもううまく当たらないとか、もう回ってたら疲れちゃうっていうところあると思うんですね。あともう一つは、まあ、力がなくて飛距離が出ない、まあ、これはいろいろあると思うんですけど、やっぱ飛ばしたいっていうのが女性のもう皆さんの願いだと思ってるので、も飛ばしたいっていうところで、あとは上手にしならせられない、振り切れないっていうところ もう女性の悩みとしてあると思ってます。でこのあたりを解決してあげようと思って作ってるのが、うち の女性専用設計と、まあ、かっこよく呼んでるんですけど、まず重さのところなんですけど、一つ一つのパーツをすごく軽くしてて、まあ、メンズのクラブって、まあ、重いものだともう 300g を超えるものから、まあ、今最近はちょっと軽いものも出てきてるんですけど、 270g ぐらいのものがほとんどなんですね。まあ、それに比べて女性のクラブっていうのはさらに軽くしてます。これは今までブリヂストンさんが作った中でもかなり軽めのヘッドの重さなんですか。どんどん軽くなってるんです今。どんどん軽くなっていて、で、まあ、1個前のモデルからもうこれぐらいの重量帯のものを出してまして、その時に前のものは長くて軽かったんですね。おそれが今回のものはさらに短く軽くしているので。なるほど。そうなんです。さらに振り抜きやすさっていうのを意識してますね。こっちがメンズのクラブ、こっちがレディースのクラブだとしたら、メンズのクラブは46から45インチぐらいが今主流になってまして、ただ女性の背丈を考えるとこのサイズ長すぎるんですね。なので、まあ、43.5インチから44.5インチぐらいのところを今長さの設定をしてます。すごく優しく振り切れて、まあ、18ホール楽しく回れるような重量の設定にしてるんです。でそれで次、飛ばしたいっていう女性の願いについて。願い。
重心っていう言葉が出てくるんですけども、はい、ヘッドの重心ですね、まあ、ヘッドの、まあ、フェイスクラウンソールってある重さ重さ重さの真ん中の部分、ちょうど一番重量が釣り合う部分のことを重心っていうんですけども、はい、よく皆さん低重心低重心っていうのって聞いたことあります？言いますね、聞くんですけど多分いまいち分かってないです。低重心ってすごい大事で、もう重心が低いクラブっていうのはあのスピンがすごく減るんですね。でスピンが減って打ち出しが上がるっていう一番飛ぶ条件になるんです。かつ深くしたいんです。深くすることでスイートエリアが広がるんですね。男性の方とか当てるの上手な方とかだとどうしても後ろにするとスピンがちょっと増えちゃうっていう問題があるので、そういうのが嫌な方は前にしてるんですけども、それよりも深くするとそのスイートエリアが広がるメリットの方が大きいので、女性向けはもうあえて深くしてます。ちょっとしたミスショットも全部もうあの寛容できるような、あのナイスショットに変えるような設計してます。大事です。ミスをナイスに変える、はい、そうなんです。このフェースからこのシャフトのところから重心の延長線上のこの角度っていうのを重心角、重心アングルって呼んでます。でこの重心アングルって、まあ、簡単に実は見ることができて、これですね、重心の位置の真下にこれ降りるんですね。なんでこのレディスのクラブっていうのはもうすごい上向いてますもんね。そうなんです。この重心角がを大きく設計しているのですごく傾くんですね。ここがこういう風に、うんうん、はい、これを重心角の大きいクラブっていう風に言います。でこれのことでどういう現象が起きるんですか、重心が。これ重心角大きいのってすごい女性には大事なんですよ。っていうのもインパクトの瞬間にフェースってどうしてもあの開いて入っちゃうんですね。そうなんです、そうなんです、はい、でそこの部分をあのヘッドをローテーションさせる、ヘッドをくるって閉じて返してあげる、返してくれる、はい、手のローテーションじゃなくてクラブが仕事してしっかり返している、その力が大きく働くのがこの重心角の大きいクラブとなっています。ドローボールとか左にまっすぐ来たボールが打てるようになるんです。でさらにまだそうなんですよ、テレビショッピングみたい。女性ってどうしてもこうタメって言われてるシャフトの部分ですね、このタメっていうのが女性はどうしても少ない傾向にあるんですね。でもタメが作れるっていうのはすごく大事なことで、手をここからここに振り下ろした時にタメが作れるとこれだけ動くんです、うん、でもタメが作れないとこれだけしか動けなかったりする、うん、ここから振り下ろすことでヘッドスピードが速くなるんですね。しならせてあげてしっかりタメを作ってヘッドスピードを速く振り下ろせるようにしてあげましょうっていうのがこのシャフトの設計になってます。さらにこう手元を柔らかくしてあげることで、まあ、楽に振れるっていうことがあるので、意識的にこのしなりは手元の方がしなるように設計してるんです。グンっていうここのタメが作れるように、はい、悩みを解決してくれるという。そうなんです、そうなんです。めちゃめちゃ詰まってます。ちなみにこうさっきも聞いたんですけど、モデルが2つありますね、はい、L で 13.5 度、はい、でもう1個 A シャフトで 11.5 度。これは別にどっちを指すのもありっちゃありなんですかね。これ実は重量と長さが違います。あ、違うんだ。そうなんですよ、13.5 使う方の方がより当てやすくするためにっていうので短いです。 43.51 さらに短い、はい、こっちの 11.5 っていうのは当てるのが上手な方向け、結構ちょっと力があってゴルフ慣れてきた方向けにちょっと長く、こっちは44インチ、お、はい、255g、261g になってます。結構あの幅広い女性の方に支持されるクラブですね。そうですね、はい、もう一回ね、設計を知った私が打ってみたいと思います。13分切るのかな、ちょっと体感してみたいな。ぜひ逆を、軽い方。総重量は何グラムぐらい違うんですか。総重量は7グラム、6グラム、7グラムぐらいですね。結構違う。はい、わー、めっちゃ見てくれる。あ、すごいですね、しかし20.6度。めっちゃ浮いてますよ、ね、力が強い。結構あのセットクラブを使っていて、次の段階の、そうですね、めっちゃ楽に上がってくれますよ。そうなんですよ、上げようなんて一つも思ってないですから。そんなに練習行かないけどゴルフだけ回りたいって方は、うん、もうやっぱり 13.5mm 一番おすすめですね。いやこれもうやっぱりいつまでも初心者の頃ってゴロで低いボールで楽しくないみたいな、最初から最後までゴロだったっていう、なんか一番楽しくないなって思うのを解決してくれると、このロフトで、このあのちょっと触れてきた方にはね、
この青っていうのこだわりあるんですか？かなりこれヒアリングしました。女性の方にもういろんな色を見てて好きな色を選んでくださいって言った時に一番票が集まった色でかつ一番嫌いな人が少なかった色です。ただピンク好きって方もやっぱおられるのでピンクは嫌いも多いんです。嫌いもね、ピンク特注でこっそり出してます。あるんですね。ピンクそうなんです、こっそり、こっそり。うちのもうあと3ヤード上がっていく打点、打点がバンド、うん、もう全然違います。そうですね、強い球打てますね、こっちの方が。こっちの方がやっぱヘッドスピードが上がってきたら、うん、おすすめです ね、まあ、めちゃくちゃだドローがいいですね。やっぱりあのここでグッて、あ、本当ですか、うん、まあ、でも、うん、しなるけどこっちには来ないんで、あ、すごくやっぱ左に振りやすいですね。ちょっと長いの振ってみていいですか。長いの行きましょうか。それ一番長いですね、45.75 なんで、はい、長いです。やばい、もうすでに構えた瞬間から右にスライスしそうなうわー、まっすぐ飛んでるけど怖いな。そんな回んないっていうね、距離はね。やっぱり私こう長くなると左に振り抜けたくなる、急に。あとこう体が起き上がる原因にも結構なりやすくて。あ、そうですね、長いとね。距離は変わんないです。なので距離が変わんないんであれば簡単でなおかつこう浮いてくれる、ちゃんとスクエアに構えて左に怖がらずに振っていけるのが大事かなと思います。そうですね、やっぱりもうスイングによって一番最適なスペック決まってくるので、うん、そういうのやっぱりお店とかでフィッティングされるとすごいいろんなスペックをこちらからも提案したりとかもしているので、ぜひぜひそれお店でフィッティング一回試していただきたいと思います。なるほど、試してください。試してください。さっき言ってたピンク、じゃじゃーん。しかもちょっとしたピンクだからかっこよさも残しつつのピンクです。これは特注なんですよね。でも お願いすれば作っていただく。あ、そうです、そうです、同じ値段で作ってます、はい、値段はシャフトンピンク、シャフトンピンク、はい、値段は変わらず、なんとピンク好きな方にも JGR ピンクがあるので、はい、2色あります。気になった方はぜひ来てみてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。実際にこうどうですか、フィッターとかされてて、塗りされてメンズクラブを使う方よりも最近は少しでも楽をしながら性能も良くなってきているので、レディースの短いもので使われる方が増えてきてますね。エチストさん、まだまだアイアンもありますよね。そうですね、女性が一番やっぱ飛ばせるアイアンっていうのももちろんご用意してますので、じゃあ次回はアイアン編をやりたいと思います。次回も楽しみにしててください。バイバーイ。みんな戸惑ってるバイバイ。さらに今回ブリヂストンさんからボールが発売されました。なんとこちらになります、 JGR ボール。こちらを抽選で1名の方にプレゼントします。アンケート今回も書いてもらいたいと思います。概要欄の応募フォームから飛んでいただけると開けるので、そちらに書いていただいてこのボールゲットしてください。